すず、今度キャンプ行かないか。タマがキャンプ中級者編を伝授してやるぞ。タマ子、ほんとキャンプ好きね。でも私はパス。山には先月も行ったし、今は本当に寒いんだもん。マスズさんはこたつで麻雀しながらジェシーらしくみかんでもつまんでたいわね。どこにも女子中学生らしいとこないだろう。おっと、いけないいけない、話を戻せぞ。今は寒い、だからこそシチューや汁物がより美味しく感じられる。わかるだろう、マスズ。まあそれはね。つまりだ、今は大自然のスパイスを味わうビッグチャンス。見逃すなんてもってのほかだ。なるほど、そういうことだ。タマコ、あたしに料理をさせる気でしょう。ねえ、何置いてるんだ。タマはマスズに冬キャンプの良さをだな。みんな大体揃ってるわね。実は急なんだけど、今日お願いしたいって依頼が来てるの。人数は2人、依頼内容は神社の境内の掃除。できれば1人目はヨシカにお願いしたいんだけど、頼めるかしら。もちろんです、引き受けさせていただきます。ありがとう。それじゃあもう1人は誰か、この依頼やってくれる人いる？はいはーい、私高島優奈、立候補します。ヨシカちゃんとお掃除やりたいです。オッケー、高島お願いね。はい、神社の地図はそれ。それじゃあ行こう、ヨシカちゃん。はい、お供します。二人ともよろしく頼むわよ。お供じゃないんだけど、まあ大丈夫でしょ。今高島さんたちとすれ違ったけど、二人はどこに行ったの？急いでいたようだけど。ちょっと急な依頼があったのよ、それで至急向かってもらったわ。高島さんと花本さんが。はあ、思ってたより落ち葉も多いね。すごく綺麗だけどちょっと大変かも。そうですね、まずは竹ぼうきで落ち葉をかき集めていきましょう。高島様はお茶でも飲んで休んでいてください。その間に私が済ませます。それはダメだよ、ヨシカちゃん。私たちで依頼を受けたんだから、ちゃんと二人で。ですが。一緒に頑張ろう。わかりました、ありがとうございます。よし、じゃあ始めよう。はい。ヨシカちゃんと二人っきりってなんだか珍しいね。いつもはぐんちゃんや他のみんながいるから。そうかもしれません。いまだに勇者様の中に巫女の自分がいるということになれません。よーし、かちゃん。はい、まあまあ。急に頬をつままれては。スマイルスマイル。巫女とか勇者とかの前に、同じ勇者部の一員で友達だよ。友達？そう、だからヨシカちゃんが私たちの中にいるのは当然だし、掃除だって一緒にやるのも当然。高島様。さ、掃除を始めよう。はい、砂ぼこりが舞わないような力加減でさっさっさっとほうきで掃いていくのがコツです。うん、任せて。ええ、お見事です。所作もお美しいです、高島様。そんなに褒められると恥ずかしいよ。それじゃあ風もない今のうちにやっちゃおう。だいたい落ち葉も集められたかな。ヨシカちゃん、この辺は集め終わったよ。お疲れ様です。高島様の手際が良いので、随分早く終えることができました。子供の頃よく神社で遊んでたんだ。それでね、時々手伝ってたから。神社の掃除ならお手の物だよ。
そういえば高島様のご実家の近所には神社があったと。うん、掃除の後に集めた落ち葉を焼いて作る焼き芋がすごく美味しかったんだよね。この後は一緒に集めちゃった落ち葉と砂利を分ける作業をするんだよね。はい、境内の砂利がなくなってしまっては困りますからね。時間もかかるし早速始めようか。あの竹で編んだちりとりみたいな道具どこだろう。実のことですね。先ほど借りてきました。これ実っていう名前なんだ。詳しいね。よしこちゃんってお家が神社なんだっけ。はい、よく掃除などを手伝っていたので、その時に父から教わりました。私たちこの依頼にぴったりだったね。よしこちゃんを指名した風さん、すごいな。犬坊崎風様は普段から私にも気を配ってくれていますから。さすがは勇者部の部長です。うんうん、あ、ついおしゃべりしちゃうけど、でも動かさないとだね。木に集めた落ち葉を入れてふるふる揺らしてっと。あれ、よしこちゃんみたいに綺麗に分かれない。よしこちゃん、よしこちゃん、またさっきみたいにコツを教えてほしいな。強いて言えばですが、砂利ごと身に乗せた落ち葉を転がすようにこう軽く振っていくと。本当だ、綺麗に落ち葉と砂利に分かれてく。ありがとう。転がすようにやってみるね。上の方に残った落ち葉を入れるゴミ袋はこちらです。砂利は後でまとめて境内へ戻しましょう。だね、よしこちゃん。もう袋が落ち葉でいっぱいになっちゃった。では落ち葉をこちらの袋に。よしこちゃんと一緒だと楽しくて大変な作業もどんどん進む気がするよ。ありがとうございます。あの、一つ質問いいでしょうか。一つと言わずいくつでも答えるよ。それで何が聞きたいの。どうして高島様は今回の依頼に立候補されたのかなと思いまして。それはね、よしかちゃんと一緒だからだよ。いっぱいお話ししたかったんだ。私とですか。うん、立候補してよかったよ。前からよしかちゃんのことを知りたかったから。今度は私から質問。よしこちゃんの一番好きな食べ物って何？好きな食べ物、一番はやはりカツオですね。カツオ好きなんだ。美味しいよね。そういえばぐんちゃんもカツオ好きだったっけ。誕生日プレゼントにカツオ一本は難しそうだし、いつかぐんちゃん誘ってカツオを食べに行こうね。しかしお二人の邪魔をするわけには。そんなことないよ。きっと三人ならいつも以上に楽しいし、ぐんちゃんも喜ぶと思う。氷様が。だから絶対行こうね。あ、もう一つ聞きたかったんだ。よしこちゃんがぐんちゃんと出会った時ってどんな感じだったのかなって。あ、わかりました。お話しします。私と氷様との奇跡のような出会いを。と、そのようなことがあって、私は生涯をかけて氷様に尽くしていこうと思ったのです。私と氷様との出会いについてはこんな感じでしょうか。ありがとう。よしこちゃんがぐんちゃんのこと大好きだってよーくわかったよ。話を聞いてる間に落ち葉と砂利の寄り分けもほとんど終わったしね。申し訳ありません。高島様だけに仕事をさせてしまって。いいのいいの、残りはあとちょっとだから二人でやればすぐだよ。
ありがとうございます。高島様はとても優しい性格をしていらっしゃいます。ヨシカちゃんは褒め上手すぎる。なんだか照れちゃう。高島様とご一緒の時の氷様は特に素敵な笑顔を浮かべていますが、その理由が分かりました。氷様が幸せな時間を過ごしているのは勇者の皆さん、特に高島様の存在が大きいのですね。ぐんちゃんは大事な友達だもん。一緒に楽しく過ごそうとするのは当たり前だよ。でもヨシカちゃんの目にそう見えるならよかった。私もね、ぐんちゃんを大事に思ってくれる友達が増えてすごく嬉しいんだ。高島様、もったいないお言葉です。もっとぐんちゃんについて話してみよっか。手を動かしながら。賛成です。多すぎて全てをあげることは叶いませんが、慎み深い性格が氷様の美点の一つだと思います。そうだね、もっといろいろ頼ってほしい時もあるけどぐんちゃんだからね。でもこっちに来てからは銀ちゃんたちと一緒にゲームで遊ぶことも多くて楽しそうだよ。なるほど。美濃羽様には後ほどどんなゲームをしていたかお聞きしておかないと。あとぐんちゃんといえば長く伸ばした黒髪。ええ、氷様を語る上で外せない要素かと。まさに目を引く美しさです。ツヤツヤしててすごく綺麗なんだよね。サラサラだし。氷様の黒髪は至高、まさに神秘を宿しています。溶かしてみたくなるよね、ぐんちゃんのあの髪。あ、恐れ多くて思いもしないことでしたが、確かに興味があります。今度二人でぐんちゃんに頼んでみようよ。砂利ちゃんと境内に戻してきたよ。こちらも落ち葉を入れたゴミ袋は全て運び終わりました。あと先ほど神社の方がお茶と栗羊羹を持ってきてくださいました。やったー。少し休憩してから帰ろうか。落ち葉の掃除は大変だけど、この神社の風景すごく綺麗だし。はい、そうしましょう。この羊羹とっても甘くて美味しいよ。ヨシカちゃんも食べて食べて。いただきます。これは美味しいですね。髪を少し輪っかになるようにまとめて、こんな感じだったかな、ぐんちゃんの髪型。毎日見てるはずなのにうまく真似できてない気がする。私の髪短いってわけでもないから同じような髪型にできると思うんだけどな。今回の掃除の時間だけでも高島様が氷様をとても大切に思っているのが伝わってくる。氷様の近くに高島様がいてくれて本当に良かった。あ、ぐんちゃんが髪を輪っかにしてるのって私から見て左だから、実際は右側をまとめる。氷様はご自身の右側の髪をまとめていらっしゃいますね。やっぱりそうだよね。なんだか少し変な気がしてたんだ。そうだ、ヨシカちゃんもやってみる。ぐんちゃんの髪型の真似っこ。私が氷様のおぐしの真似ですか。無理です、無理です。そんな恐れ多い。そっか、残念。可愛いと思うのにな。じゃあぐんちゃんに少しでも似るように見てもらってもいいかな。気づいたことやアドバイスがあったらお願い。そういうことでしたらお任せください。少々高島様の髪を触ってもいいでしょうか。うん、ヨシカちゃんがやってくれるなら綺麗にできそう。それでは失礼して。
こんな感じではないでしょうか。氷様の髪型はこれだ。くんちゃんだ。ヨシカちゃんすごい。やっぱりヨシカちゃんはくんちゃんのことよく見てるね。大したことではありません。私は氷様の巫女ですから。それに勇者様たちと過ごせる時間に感謝して、日々氷様のお姿を目に焼き付けようと思っています。なら、ぐんちゃんの写真を撮るのもいいかもね。ひなちゃんは毎日若葉ちゃんの写真を撮ってるみたいだし。なるほど、ありがとうございます。考えてみます。高島さんたち、依頼は無事に終えていたようね。あ、ぐんちゃん見て見て、お揃いだよ。高島さん、それまあ、素敵ですね。ぐんちゃんの髪型真似っこしてたんだ。ヨシカちゃんと一緒にぐんちゃんのことを思い出しながら再現したんだよ。なかなか再現できず、高島様をお待たせしてしまいました。そんなことないよ。ヨシカちゃんのこだわりも見れて面白かったし。お恥ずかしい限りです。さすがは花本さん、リボンの形までそっくりです。ですよね、千景さん。ええ、でも自分の髪型を真似されるというのは少し照れくさいわ。可愛いから、ぐんちゃんと同じ髪型前からやってみたかったんだ。もちろん高島さんが同じ髪型にしてくれたのはすごく嬉しいのだけれど、なんだかその落ち着かないわね。でも高島さんのその姿、新鮮でいいと思うわ。ありがとう、ぐんちゃん。そうだ、今度はヨシカちゃんの髪型にしてみようかな。高島様、ご冗談ですよね。冗談なんかじゃないよ、本気だよ。わざわざ私と同じ髪型にする必要は。必要っていうか、私がやってみたいだけだからね。花本さんと高島さん、だいぶ仲良くなったように見えるけれど、掃除の間どんな話をしていたの？もちろん氷さんのことですね。黒髪はサラサラですごく綺麗だとか、いろんなゲームを知ってて遊ぶといつも楽しいこととか。勇者様であるのに大変慎み深いところなども。あとはね、戦闘の時は私のことをよく助けてくれてすごく頼りになるってヨシカちゃんに話したよ。こんなことなら聞かなければよかったわ。どれも事実だと思います。愛されていますね、千景さん。ヨシカちゃん、本当にぐんちゃんのことをよく知ってるんだ。こちらの世界にやってきて、氷様に関する最新情報を直に集められるのでありがたいです。正直なところ、生まれて初めて真珠に対して感謝の念を抱きました。そのやめてとは言わないけど、ほどほどでお願いするわ。ではこれまで通りほどほどで抑えておきます。花本さんが幸せそうで何よりです。うん、確かにすごく幸せだと思う。その中でも一番は、ここには氷様を大事に思う方がたくさんいると分かったことね。そうですね、みんな千景さんのことが好きですから。でも花本さんのことを大切に思っている人もいますよね、千景さん。それってどういう。日が暮れる前に二人を迎えに行こうと言い出したのは千景さんなんです。上里さん、それは言わないでと言ったでしょう。まあまあ、いいじゃないですか。ずんちゃんは照れ屋さんだからな。それも氷様の美点です。もうみんなして、私先に帰るわ。お待ちください。